紡ぐ 1% の初恋第4話。着いたよ。ここが俺の職場。美容室？うん。さあ入って。営業はもう終わってるから誰もいない。流星君に不意に腕をつかまれて、そのままクラス会を抜け出した私たち。今何が起こっているか把握しきれていない。どんな感じにしようか。カットしてくれるの？でも不安？うん、不安じゃないけど。任せてもらっていい？いつもカットモデルの時はそうさせてもらってるんだ。うん。ローレイヤー入れてふんわり感を出して、うん。じゃあ切るね。憧れていた流星君が私の髪に触れている。涙が出そう。嬉しいけど恥ずかしくて鏡が見られない。ちょっと顔を上げてもらってもいい？あ、はい。ごめんね、強引に連れてきちゃって。職業病かな。綺麗な黒髪を見たらカットしたくなったんだ。仕事で何かあったの？うん、発注で急な変更があって。それで美容室に行けなかったんだ。なんでわかったの？髪を見たら大体わかるよ。一応プロなんで。まだまだ未熟だけどね。鏡越しに目が合うたびにドキドキする。リズミカルなハサミの音が心地いい。流星君の綺麗な手で魔法をかけられているようだ。お湯の温度熱くない？うん。ちゃんと手入れしてるね。髪の質感が違う。大事にされて髪の毛が喜んでるよ。初恋の人に髪の毛を洗ってもらっている。夢心地だ。ゆっくりと優しい頭皮マッサージは体の力が抜けていく。幸せな時間ずっと続いてほしい。微調整するね。よし。どう？動きをつけてふわっとした感じでまとめてみた。すごくいい。私じゃないみたい。ありがとう。よかった、喜んでくれて。お礼をしたいな。こんなによくしてもらったから。カットモデルだから気を使わないで。勇気を持て。私、連絡先交換してくれる？そのキーホルダー可愛いね。あなたは好きな人に連絡先を聞くとき緊張しましたか？私は人生最大のバクバク案件でした。